はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はトボット V シーズン3からのナンバー5ビッグボス行きたいと思います。はい、トボット V はね、もう終わってしまったんですけれども、そう、番組がね、終わってからこういうのちょろちょろと出たりするので、はい、意外とタイミングがつかめないアイテムではありました。うん、ただね、まあ、1,2,3,4,5,6,7、そう、順にね、今出てるんですけれども、それ今回は5番のビッグボス行きたいと思います。で、通常サイズのやつはね、こちら別途動画はやってますので、ぜひチェックをお願いします。そんなわけで見ていきましょうか。うん、トボットはね、その大きいやつもいいんですけれども、ちっちゃいやつもね、ちっちゃいやつで、意外とね、手触りとか変形とか、うん、遊んでて面白いので、なかなかにしておすすめだけど、今回はどうかな、といったところ。はい、はい、インナーはこちらで、中にはね、トリセツなんですけども、こういうカラフルなトリセツってね、地味に嬉しいです。はい、てなわけで、まずはね、ビークルモードから見ていきましょう。はい、ビッグボス、まずはね、ビークルモードなんですけども、まあちっちゃくて可愛い。で、通常サイズのね、車両と比べると、まあこのような大きさの違い。うん、で、まあ、変形パターンに関してもね、やっぱりこっちよりこっちの方がちょっと簡略化されてるんですけども、意外とやっぱりね、いじってて楽しいです。そんなわけでね、早速変形していきたいと思います。うん、まあ、ミニサイズは本当ね、あの手のひらサイズだから、パチパチ遊んでてね、面白いです。でね、まずはここのカバーを開く。はい、で、ここでね、一箇所止まってるので外してあげる。はい、ここが腕です。で、ここのね、後ろが足。小さいながらもゴリゴリゴリっていうね、いい感触があります。で、ここのヒンジから、はい、曲げて、ここですね、ここで分割。はい、ここで手なんですけれども、ここでね、回転させる。ちょうどね、これがもう手になります。はい、そして頭部引き出して、はい、最後ね、ここを止める。はい、今ね、ぐるっと前傾見たんですけれども、まあやっぱり変形がね、まあ、意外と簡単で面白い。で、まあ、こういったところはもう肉抜き穴がすんごいあるんですけども、まあ、ちっちゃいやつに限ってはね、まあ、全然いいんじゃないかなみたいな感じです。うん、ただね、もうこれあちこち、まあ、こういうところもそうなんですけど、まあ、ボールジョイントなので、結構ね、まあ、こういった動きとか、こういう振り、うん、できたりします。で、まあ、肩なんかもこういう振りができたり、変形機構とは別で、変形機構こうなんだけど、ここ個別で動いたり、あとはね、腕、うん、ここもボールジョイントでこういった動きが取れる。いやー、でもやっぱ ちっちゃいながらもトボットっていうのは嬉しいし、何よりもこの膝ね、うん、コリコリといい感触があります。はい、そんなわけでね、まあ、でかい方もちょっといきましょうか。うん、こっちはこっちはもう完全にもう別物なんで、まあ、それぞれね、やっぱりその製品の特徴というか、全く別物なので、おおこっちはこっちでまたね、別のダイナミックさがあるけど、はい、うん、まあ、ゴリゴリガリガリを楽しみたいんだったらこっちね。で、あとはそのちっちゃい方にはなかったんですけど、まあ、でかい方はこういう足の変形なんかもあったり、うん、します。5番のキー、はい、まあ、大きさを比べるとね、まあ、こういったイメージミニトボット、本当にミニだね、もう半分ぐらいちっちゃいのかな。いや、でも面白いよ。さあ、これもね、最近なのかな、出てきたの。結構ね、ちょくちょくチェックはしてるんだけども、そう、この緑っていうのはね、あんまなくて。で、パワーローダーもね、まあ、ポチって到着待ちなんで、はい、届いたら一緒にね、遊びたいと思いますけども、ちっちゃいやつはちっちゃいやつでいい。なんだろうね、このちっちゃくてもなんか4トイズっていうなんか安心感がすごいあるんで、うん、意外といいかも。ただこれ現地価格で1000円ちょいだっけ、うん、日本で買うとやっぱね、送料とかかかるから結構高いんだけど、うん、まあね、向こうはこういうのが、ね、本当にいっぱいあるから、またね、韓国行きたいなと思って今ちょっと計画を練ってたりします。そんなわけでね、戻し変形いきたいと思います。
そう、足閉じる時もこのピンに合わせて止める。最後に韓国行ってから結構時間経ってるからね、また向こうのね、その現地の空気を味わいたいなっていう、そんな感じです。はい、お、取れた。でもボールジョイントだから OK。 で、こっちもこのピンを止めて、はい、はい、これでビッグルモード、すごく簡単、そして面白い。まあでもね、立ち位置的にはそのでかいのをいじるのはちょっとなっていう気分とか、あとはそのでかいのよりもちっちゃい方がいいっていう場合だったらね、全然ミニもありですけども、もう完全に本当に、まあ、大きいのとちっちゃいのっていうのはもう、まあターゲットもね、目的も別物だと思うんで、一概にどっちがいいどっちが悪いっていう、そういうのはないな、ただやっぱりね、トボットはいいぞっていうそう、こんな感じです。なんかはね、本当にね、やっぱいい玩具。そう、だからこのね、トボットなんかもその一気変形の動画とかもね、ちょびちょび出してるんですけども、やっぱり V1 がね、すごいなんか再生されてるみたいで、やっぱみんなやっぱシリーズ1が好きなのかなといったところ、ぜひね V3 バージョンもよろしくお願いします。トボット本当にいいぞ。はい、よし、これでね、まあ、ビークルの完成ですけども、まあそんなわけでね、簡単ではありますが今回の動画は以上となります。はい、で、あのね、この12月は今ね、トボットのミニ動画、ミニバージョンのトボット動画っていうのは結構多めに撮影してたりするんで、ぜひともね、他の種類もよろしくお願いします。まあ、下の概要欄とかね、あとは上のカードリンクで、あとはエンディングから飛べますので、ぜひともよろしくお願いします。そんなわけで以上、トヨピーでした。ご視聴ありがとうございました。